今日はですね、膝のお皿の下が痛い、オスグッド病について説明しようと思ってます。で、オスグッド病というのはですね、膝のお皿の3センチぐらい下のですね、この脛骨粗面という出っ張っているところが痛みが出る症状です。で、ひどくなるとこの骨がどんどん隆起して痛みを、が強くなっていくという症状ですね。で、年齢としてはですね、小学校高学年から中学生の子に多いです。で、症状としては走ると痛い、しゃがめないとかね、こういった症状を、出します。で、種目としましてはですね、多いのがサッカーとかバスケット、バレーボールとかですね、ジャンプとか切り返しが多いスポーツで、多く見られます。で、オスグッド病っていうのは、いろんな見解があるんですけど、一般的な整形外科の本とかですね、スポーツ障害の本、一般的な整骨院でやってる、見解としましては、大腿四頭筋というですね、ももの前の筋肉が、過剰に緊張することによって、そのももの筋肉がここにくっついていますから、引っ張られて痛くなるっていうのが一般的なオスグッド病の原因と言われています。で、私も最初はね、そのように治療していたんですが、なかなか痛みが取れないってことが、分かってきまして、でですね、一番疑問に思ったのが、このオスグッド病の改善方法として、ももの前をストレッチしましょうというふうに、スポーツ整形外科の本とかですね、スポーツ障害の本に書いてあったんですね。ただ実際に現場でオスグッド病の子を見てですね、もものストレッチをさせようとすると痛くてできるはずがないんですね。で、そこでこのオスグッド病に対してものすごい一般的な、見解っていうのに疑問を感じて、私自身、ハワイ大学の、医学部で解剖実習研修を、人体解剖ですね、人体解剖研修を2回、インドネシア大学で1回、タイのチラロンコーン大学で1回、あと東北大学でも1回、あとは韓国の大学ですね、という形で計6回、人の解剖をしまして、膝に対して独自の見解っていうのを、見つけました。で、ポイントはですね、オスグッド病に関して言いますと、ももの前が引っ張ってっていうことに対して、実際はこの膝下筋という筋肉が引っ張って痛みが出てるんじゃないかっていう風な見解で施術をしたところ、痛みが大幅に減ったんですね。で、さらにこの膝下筋っていうものの緊張を、追いかけていくと、オスグッドになる子っていうのは腓骨荷重、これ外側ですね、この太い骨、細い骨ある、細い骨の方に体重がかかっちゃってる子ほど、オスグッドとかあとシンスリントっていった症状を巻き起こ、引き起こしていることに気づきました。なので、この腓骨荷重っていうのを調整していくことによって痛みを大幅に減ることができました。はい。なので、例えばオスグッド病になりやすい子ってどういうことかなっていうと、実は膝下筋ってのはですね、脱力の筋肉なんですね。切り返しに使う筋肉なんです。だから切り返しとかに、力をうまく抜けない子がオスグッドになりやすいってことですね。はい。で、実際の施術方法としては、この脛骨粗面のアプローチも多少はするんですが、一番の目的はこの膝下筋という筋肉を緩めるために腓骨の動きをつけたり、股関節の動きをつけたりします。そうすることによって大幅に痛みを解決することができます。で、もしですね、この動画を見ている方で、オスグッドで、痛みで悩んでいる、ももの前のストレッチをしたら痛くてできない、冷やしてるんだけどなかなか変化が起きないという方がいましたら、まず最初にやってほしいことは、お尻のストレッチをするということですね。特に中殿筋と言われているお尻の横の筋肉、お尻の横の筋肉をしっかりストレッチをしてみて、膝の痛みが減るかどうか試してみてください。特に痛い側の膝、ありますよね、痛い側の膝の方のお尻が硬い場合は、それが原因であるケースが、あります。後で紹介しますけども、中殿筋、大腿筋膜張筋、そのあたりもしっかりストレッチをして痛みが減るようであれば、このタイプのオスグッドである可能性がありますので、まず、膝で痛みで悩んでいる方がいましたら、しっかりとお尻のストレッチをやるように心がけてみてください。オスグッドに関する独自の見解でした。これは本当に非常に効果がありまして、治療院業界ではちょっとDVD っていうのを作らせてもらって、
やってますし、非常にこうね、あの成果が出てますので、まずお仕事で悩んでる方はお尻のストレッチから始めてみましょうか。ということでした。以上です。